単純に不思議なものが、まあ、好きというか、まあ、そういうものに惹かれる性分ですね。何枚も、もう CD って出して何曲も歌詞とか書いてますけども、まあ無理をしてその自分の中にない言葉とか出して書いてた時もありましたけど、今回はまあ自分そのまま出ればいいなと、まあ、開き直りじゃないですけど、まあ無理しないでそのまま自分のままできればいいなという感じで。空想、空想の世界で聴いてる人がハマればなと思って。ループ入ってたりとか、あとは今までギターでやってたそういうデジタルなこと、そういうニュアンスのことをもうほとんどマニピュレーターに任せてというかやってもらって、その辺がもう、今までやったことなかったから。まあ、生活感あるような感じの曲じゃないですからね、もともといろんな、いつも、まあ、生活はしてますけど、それを出そうとかあんまり考えない。あれはでもこだわりっていうか、本当にすんなりできちゃった曲だから、こだわってる間もなく。でもそれも自然になってるわけで、なんか実験するためにそういう実験っぽい曲を作ってるわけではないんですよ。というか、まあ例えばレコーディングとかではやっぱなんかちょっと、まあなんていうの、前と同じことはやりたくないからちょっとだけ変えてみるとか、そういうなんていうの、そういうことをやってますけど、まあ実験的なことっていうのとはまた違うかもしれないけど、前と違うことをやろうかなっていう感じだけで。まあ単純にノリだとか今井のフレーズだとかあっちゃんの声とかがミックスされてやっぱり爆竹っぽいって言うんだろうし、
そこでやっぱり何かしら一つでも要素が欠落したら違ってくるんだろうし、まあそこはもう一生のテーマじゃないですか、その確立するっていうのは。いまだにそういうふうになんか追求みんな従ってるし、でいまだに毎回こうレコーディングで実験っていうか、いろいろまあ単純に言えばもうこうマイキングの仕方っていうか、音の取り方一つ一つでも全然変えてみたりとか、だからそういう追求してる気持ちがあればまあ飽きないかなっていうか。そうですね、うん、やっぱり今まで自分たちがやってたこととあと新しいものの融合っていう感じかな、リズム体にすると、うん、流行りじゃないけどやっぱり今求めてることと、そのあとやっぱりバンドというものがうまく合わさった感じ、下手すると打ち込みにも聞こえちゃうかもしれないけど、ちゃんと兄は叩いてますよって感じだな。一曲一曲、まあ面白い短編小説みたいな、まああんまり言葉一個一個はとか音一個一個取ると結構痛々しい痛烈なものもありますけども、なんかでも重くなってないっていうかね、重すぎてないっていう、すごいいい感じでできたなと思います。小さい頃、結構小さい頃に立ち返って、その時の感じ、自分がその不思議だなと思った時とか怖いなと思った時とか、その感じが、いいなと自分では思っているんです。歌詞のその一つのエッセンスというか、そういう、まあ、貴重な存在、希少な存在だと思ってます。ずっとバンド続けたいっていうのはやっぱりありますよね。みんなの気持ちが変わらず、10年後もみんな一緒にやれればいいなって。まだできたばっかりだし、次はまだそれを聞き返してる段階っていうか、もうちょっと落ち着くまで何もないと思いますけど。とりあえず私の職業の場合は退職金出ませんで、出ませんからね、とりあえず死ぬまでやるしかねえのかなって。まだ分かんないし、分かっててもあんまり見たくないし。何事も納得してやっていきたいですね。それは無理ですけど、なるべく納得して。